ジャンプスキア来る？ジャン、え？ユニバースエンド？ユニバースエンド？なるほど。皆さん、グノーシアというゲームを覚えてますか？あのゲーム、ネタバレになっちゃうかな？同じ存在の人物が同じ宇宙に二人存在はできない。それと同じです。僕、フレッドベアをパーティーの一番目に設定したじゃないですか。そのせいで、同じフレッドベアがこの世に2体存在することになってしまって、この世界を崩壊したらしいです。どういうこと？これ当たり前のように始まるのかな。始まったな。録画はできてるね。お？え、何これ、どんどん増えてくってこと？もしかして。僕やってたのスロット2なんですけど。コンティニュー。あ、いや、いける。一回何もいじらずに、ダーン。どっから始まる？セーブしたところからじゃね？あ、いや、いない。話し終えたってこと？一応これ進んでんじゃね？ちょ、待って。今みたいにもうならないように、変えるわ。で、ここの岩が光ってんだよね。で、さっきフレットベアが、もうほんのちらっと見えたんだけど、なんとかジ・イグジットって書いてあったから、ワンチャンこれ出口なんじゃね？あ、ま、さすがにね。まあ、一旦アナザーワールド。なんだっけ？何ワールドだっけ？あ、いけない。あれ？なんで？なんかパラドックスの世界線に来ましたけど、まあ、進めるところ探していく。あ、これいけるね。はい。白黒のワールド。これ探すのむずいんだよな。あ、これですね。で、また青白に戻ってきて、あ、ここ行ける。いけない。あれ？あ、ここ、こっちか。で、下行って、あ、行けますね。あ、これ戻ってきたな。あ、一周してきましたね。ってことは、あそこは外れ。あ、ここの、あ、違う、上の木か。はい、来て、で、こっち行って、XY の世界に来て、この木光ってるけどね、僕これフェイクだと思うよ。下じゃない？あ、下行けなかったわ。はい。ブラックホワイトの世界。あれ、ここさっきも見なかったか？はい。あ、一緒だ。戻ってきちゃった。上行って、さっきはこのまま右からの上行ったんだよね。あ、やべ、ループしてる。またデバッグ作業しなきゃいけない？この世界で。この世界のデバッグ作業つらいんだよ。ごめん、やべえ。勢い余って攻略見ちゃった。やべえ。ごめんなさい。ごめんなさい。許して。なんか、ここ入ってすぐ、右に隠し通路があるらしい。本当か？ねえじゃねえか。ねえんだよ。ねえから困ってんだ。なぜかフレットベアが3層以上行ってはいけないよって、忠告してるんですよね。だから、まあ、やっぱこの白黒の世界が怪しいか。あ、いけた。あったわ。わい、全然見てなかった。え、白黒の世界、全部見たつもりだったけど。あ、確かにこの木光ってる。なるほどね。これは気づかないわ。まあ、進みましょう。こっちの方が見やすいんだよな。あ、行き止まりだね。新しいエンディングが見れるなら、それはそれで美味しいけど。まあ、行くなと言われて、行かない人はいないでしょう。道一本道じゃん。あ、出口あった。まあ、デバッグ作業はしてないけど、素直に入りましょう。お？あ、ここ行ける？あ、青い世界来た。あ、出口だ。どこに出るんだ？もう行くとこなくねえか？ここに出るんか。おー、開いた。じゃ、一回セーブしよう。これ、戦いでしょ？なんで、君一回倒したからね。大したことないと思うよ。え？なんかワンパンされた？ポークパッチって書いてある。名前違うじゃん。
さっきのやつと違うか、別種か。え、ワンパンなんだけど。嘘やろ。そういうこと？そういう戦いも中にはある。押せ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 、ゴリ押しゴリ押し。あいつやばいって。マジか。こいつ、一人になるとね、弱いんだよな。あー、ダメか、やられた。トクシックファイト。もうやれやれやれ。押せ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 。全員攻撃。全集中。あー、ファンフォークやられた。じゃあ、マングルやられた。え、技は打てたけど倒れた。頑張れ頑張れ。いや、いけそうだけど、厳しいか。ちょっと頑張れ。ウィザバに、ウィザバに行け。ピザホイール。いや、惜しい。お前、なかなかやるじゃねえか。鍵取らないとダメ？先に話しかけるか。で、どうなる？あ、I will tell you a secret. There are powerful chips that can only be attained by breaking the... There are objects that you can press against and it will break your condition. Another is a gravestone. Find these places to gain an unfair advantage.あ、something terrible is coming. やりましょうか、ボス戦。まあ、わかったよ。押せばいいってことでしょ、スプリングロック。ミミックボール、ミミックボール、早く。ミミックボール来たよ。メガバイト間違えた。ミミックボール。パーソング。みんな、攻撃力アップや。あ、ちょ、タイムタイムタイム。うちの火力が死んだ。頑張れ頑張れ。え、あ、耐えてる？何、なんかミスってるってことか、あいつ。トクシックバイト。うわ、やべえ。火力担当、もう一人目が死んだ。エンドアーミー。いやー、トクシックバイト。なんか、ノーダメなんだけど。なんで？全部一撃必殺的な？そんなアホな火力してる？もしかして。押せ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 。いや、裏のパーティーあんまり火力ないからさ、頑張ってくんない？君たち。君たちかっこ一人なんだけど、終わっちゃった。あ、レイニーデイでよかったな。コズミックを落とせればめっちゃ強いんだけど。ナイトメアが、いった。オッケー、ファンフォークでコズミックを打って。あー、やべ。あ、オッケーオッケーオッケー。最後のあがきで倒してったな。よかった。1200？ そんだけ？お金くれないし。やっと鍵を手に入れたよ。チャリン。これ、マスターキーかな？全部の扉開けられる？まあ、まずは、ここだよな。ほい。ボスいるんかい。君だって弱いじゃん。え？え、なんか全部死んだんだけど。は？なんか強くね、こいつ。おかしいぞ。アイスクリーム。あ、え、え、なんかバカ強い、こいつ。助けて。あ、やばい。尻尾終わった。え？おい、あの、豚より強いんだけど。あれ？まあ、鍵はゲットしてるけど。なんで負けた？なるほどね。最後のスイッチの前にボスがいると。あ、ありました。一つ目の鍵、ここで使いましょう。マスターキーだった。やけどさ、お前も強いんじゃね？もしかしてさ、各地のボスを2回目倒す的な。多分こいつ強いぞ。レベル上げをしようかな、裏で。今レベル何くらい ?25 とか27。3、4レベくらい上げてきましょうかね、裏で。で、やっぱこいつ入れるわ。ちょ、何回もあれなんだけど、コロコロ変えてて申し訳ないんだけど。ナイトメアボニーと交換だな。はい、それじゃあね、レベル上げもしたことですし、まあ、最終フェーズ、最終戦争に参りましょう。はい。あ、これ開けると襲ってくるんだっけ？あ、違う。あ、押せてるじゃん。あれ、ボスいないのか。あとどこだっけ？ここはいなくて、雪にはいるんで、まあ、雪から行きましょうか。いや、ここは確実にいるんだよ。あ、こいつか。見えてるんだ。そうだそうだ。ゴー。こいつはね、あの、スノーボールっていう攻撃がめちゃくちゃ強いので、まあ、それ受けたら絶対回復を挟みます。トゥルントゥントゥトゥルントゥン。あ、アーマーにすればよかった。リジェネ。コズミックソング。
ダン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 と、トキシックバイト、毒の牙、相手を猛毒状態にして、で、次、アーミーソング打ちたい。アーミーソング。あ、コズミックで、メガバイト、アーマーソング。あ、めっちゃ削れてるじゃん。あ、やばい、でも結構やられてる。あ、これやられちゃうかな。プレットペア。61じゃん。あ、ギフト使った。コズミックソングもう一回いける。ダン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 と、メガバイト。ワンパン？あれ？今体力回復して満タンだったよな、こいつ。あー、フレットベアがなんか死んだ。ハッピー、あ、間違えた、ハッピージャム歌っちゃった。ハッピージャムジャムじゃないんだよ。トキシックバイトは打ってるから、あ、打っちゃった。まあ、今日やばいわ。今日ちょっと目 の反射神経が悪いっすね。いやー、ナイトメアフレットベアもちょっといきそうだね。トキシックバイトで毒だけして、回復ハッピージャムして、お、めっちゃ回復した。いいね、いいね。あ、てか、あれやってないわ。ここにコピーキャットみたいなやつ。コピーキャットやってなかった。誰が撃てるんだ、このパーティー。あれ？フレットベアが撃てんのか。あ、間違えた。フレットベアそうじゃん。で、これは交代すればまあいいんだけど、まあ、交代したところでこいつ1体しか残ってないんで、まあ、多分このまま突っ張った方が良さそう。回復挟んだ方がいいか。持久戦にしてこのハチ君とか UFO にやってもらおうかなと思ったけど、まあでもこれは勝てるな。スピングロックでコピーキャットでもう一回スプリングロック挟む、バイト、アンスクリューは効かない、ナイトメアの攻撃が、え、めっちゃ早い、やられんの秒じゃん。スノーボールきたー、最後の赤木だけどやられる前にやる。ジジ、この芋虫みたいのがやっぱ強いんだよな。お前経験値もっとよこせ。900は足りない。9000だろ。はい、1つ目、あ違う、2つ目で、この下上の方にいるよね。ぶっちゃけバイトも変えたいよね。もうこいつがなんかいらなくなってきた。20ダメージ減らすっていうやつなんだけど、20はちょっと足んないかな。ここ開けて、まあ、あのイカ、びっくりした。押しちゃうよ。あ、出てきた。エンドアーミー。あ、間違えた。アーマーソングだよ。ギフトボックス、あ、ギフトボックスじゃなくて、間違えすぎだな。なんかパッと見でさ、英語だからちょっと読めないんだよね。そこ、あ、やばい。フレットペア、あ、違う。エンドアーミーが死ぬ。コズミックソング。これで隕石を隕石を降らせて、あ、あれ死ぬの早くない？メガバイト。え、なんかワンパン？これ。もしかして。みんなワンパンじゃない？ちょ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 、あ、やべ、待て待て、それやめて。あー、ゲームオーバー早すぎだろ。運勝ちオッズ、うま。開始1秒、まあ、勝てるまでやるけどね。何これ、何これ。あ、ここか、洞窟の中にあるのか。おっ、トゥトゥントゥントゥトゥントゥントゥン、リジェネ。これアーマーソングで、まず防御力を先に上げる。コズミックソング。まあ、ファンタイムフォクシー、ファンタイムフォクシーはまあ、回復も何でもできるから、一回リジェネして、まあ、なるべくコズミックソング。あ、やべ、コピーキャット置いてない、コピーキャット置いてない。コピーキャット、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 ミミックボール置いて、で、一回ハッピーチャムで回復挟んで、で、コピーキャットでもう一回回復して、特殊バイトで毒入れて、で、フレットベアで攻撃して、やべ、2体いられてか、結構痛いな、これ。いやー、コズミックソング。あー、やべ、死んだけど撃ってくれた。アンスクリュー、意味ない。アンスクリュー食らってんじゃねえかよ。ダメじゃん。待って、強い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 。アンスクリューはやばい。30% の確率で。交代際の一撃必殺は当たります。ヘイラッシャじゃん、あいつやってること。